こんにちは、ジンゾーです。今回はこのルーシー使っていこうかと思います。この子ね、あれなんだよ、あ、忍者ら今やってるガンホーコラボののコラボの忍者らのキャラなんだけど、この子は確かダンジョン3なんだけど、ボスで落ちるんだよね。ボスで落ちるんだよ。で、これね、見た感じだとなんか全員忍者らこれぐらい、こんだけいるんだけど、確か。これ30上げじゃん。これも30上げなんだよ。割とね、きつい気がすんだよ。結構これ全員スキル前にするの結構きつい気がすんだ。するんだけど。で、これも30上げだし。でもスキルがまあそんな、なんだろう。そんな特化してるわけでもないし、なんか尖ってるスキルでもないし、なんか、まあ好きな人っていうか、ちょっとまあマニアックな人、なんて言うんだろう、まあ好きな人は作っておいて、まあいいでしょみたいな、まあ、感じの。この子あれか、ブレスあるね。この子敵防御力ゼロのブレス、この子ちょっと使われそうな気がするな。わかんないけど、アシストできないからな、わかんないな。で、今回この子使ってこうかなと思います。まあ適当にサブ詰めたんだけど、とりあえずなんか闇の2コンボしとけばなんか敵が倒せると思う。覚醒してないな。これが私の宝具、ルールブレイカー。ちょっとよくわかんないけど、ごめんなさい。でもね、フェイトね、俺フェイト FGO ねちょっとやってんだよね。ちょっとたまにやるんだよ FGO。 でも宝具とか言われたけど、わかるよ。ちょっとわかるよ。なんかちょっとわかるねちょっとだけだけど、本当に。で、行ってきます。すげえな、これ。このブロードウェイ感、この街のブロードウェイ感結構好きだな。忍者らって何のゲームでしたっけ。ちょ、パズルやばい、やば。ちょっとごめんなさい、パズルが終わってた。忍者らって何のゲームでしたっけ。なんかスプラトゥーン的なやつだっけ、違うっけ。なんかガンホーさんが出してるさ、あれなんだけど、ゲームなんだけど、スイッチのゲームなんだけど、正直どんなゲームかはあんま知らないんだよね。なんかめっちゃキャリーパミュペッキャめっちゃさ、なんか歌ってるイメージしかないんだけど、なんか CM で忍者リバンバーつって歌ってるイメージしかないんだけど、これ稲姫じゃない、稲使って面白いのかな、このゲーム。この忍者リバンバー、忍者ら。いや、斜め入んねん。面白かったら結構評価が結構いいんだったら買おうかな。ちょっとスイッチ持ってるし、よろしくお願いします。もらってで、これ結構ね、このダンジョン結構ね、ガンホーコラボを回るよりかは結構これこっちの方がなんか金率、あのチケットあるじゃないですか、チケット。さっきから上全然上行くんじゃない。チケットあるじゃないですか、チケット、ガンホーチケット、あれがね結構落ちてるような気がするんだよね。なんか落ちてるような、結構な確率で落ちてる気がするんだよ。倒せません。うん、なんかね、あれなんだよね、忍者だってすげえなんか、スプラトゥーンのパクリだみたいなって言われてたんだよね。なんか出た当初はめっちゃ言われてたんだけど、どうなんでしょう。ちょっとまあこればっかりはなんかあまり何も言えないけど、OK。ね、こうやって落ちるんだよ。で、なんかね、これ確かスキル、レベルアップ、スキル、あ、チケット落ちなかったか。スキルレベルアップが今5倍やってるんですよ。ここに書いてあるじゃないですか。レベルアップ5倍って。で、なんで、中級を回って、なんか適当になんか、格づちでこうやって回ってんだよ、俺。格づちで適当に攻撃して、で、スキルアップを狙うっていう感じの
で回ってるね。じゃあ俺回す。